マルセップ森林公園以いの森は、北海道門別郡縁軽町にある森林公園である。本校では公園に隣接するマルセップ昆虫生態館及びマルセップ温泉、山彦についても述べる。旧マルセップ町が1970年代から1990年代にかけてマルセップ市街地南方9キロメートルに位置する。 北海道電力竹都市ダムのダム湖範囲一帯に整備した町営の森林公園である。園内は、かつての竹都市森林鉄道、竹都市幹線荒川連絡所竹停留所間に相当し、森林鉄道時代の路盤を一部に使用した軌動線を付設し、同森林鉄道で使用されていた蒸気機関車、雨宮21号が牽引する。 SL 列車を1980年から運行していることで知られる。このかマルセップ郷土資料館、マルセップ温泉、オートキャンプ場などの施設が設けられている。またオリエンテーリングのパーマネントコースにもなっている。コース距離は1 0トルであり、スタート地点は郷土資料館となっている。ア宮ヤ21号は北海道町の北海道遺産。 経済産業省の近代化産業遺産、JR 北海道の純鉄道記念物に指定されているほか、天宮21号や一部が旧森林鉄道軌道時期である園内軌道を含む流域一帯の森林鉄道遺構と住民による保存活動について日本森林学会の林業遺産にも指定されている。2016年8月、大雨によるブイチョンの氾濫で、 ウイチョンウガン川の軌道やオートキャンプ場、公園遊具が冠水、流出する大きな被害を受けたが、エンガ軽町が復旧作業を進めた結果、2018年7月に全面復旧した。また道々上ブリマルセップ線を挟んだ隣接地には昆虫をテーマにした博物館マルセップ昆虫生態館及び日帰り温泉施設マルセップ温泉山彦があり、 いずれもエンガル町が運営している。両施設は公園閉園中の陶器も開館している。天宮ミヤ21号の SL 列車開放型客車足込ぎ自転車林業を主幹産業としてきたマルセップの歴史を伝える象徴として、公園内のブイチョン両岸に基間7 6 2ト、mm、ル全長2トルの森林鉄道規格の軌道が付設されている。左岸側に停車場、詰め所、 機関庫、車両格納庫が設置されている。1980年に部分開通し、1981年に全通した。軌道は、竹都市川を渡る橋梁を挟んで、両岸で周回する形となっており、この内佐岩の竹都市ダム湖畔と、郷土博物館付近の間の直線区間は、竹都市森林鉄道、竹都市幹線の路線跡である。 同森林鉄道で使用されていた蒸気機関車、天宮21号及び旧鶴井損営軌道で使用されていたロットン型ディーゼル機関車経営の列車が運行されており、元、林野町北見栄林局の森林鉄道用小型客車、元、伊加賀鉄道の木造客車、マルセップ町が1980年の保存運転開始時に申請した開放型客車に乗車することができる。 このほか、軌道を走行する足漕ぎ自転車の乗車体験ができる。また、園軽町は2018年10月、林野町から譲渡が打診された中部森林管理局、愛知森林管理事務所保存の旧北見エ林局10トン型ディーゼル機関車を譲り受けした。町では、ふるさと納税制度を活用して修復し、公園内で運行することにしている。 天宮21号の歴史や開拓当時の生活の様子など、マルセップ地域の歴史を紹介している。園内軌道の機関庫に隣接しており、施設外観は丸太の輪切りをイメージしている。センターハウスには以下の設備がある。すべて有料。天宮21号蒸気機関車、鶴井村敬軌道ロットンディーゼル機関車、岩崎レール工業製小型客車級。 タケトシ森林鉄道関係者の複製車と、雲在大車伊笠鉄道歩派13伊カサ鉄道歩派19伊カサ鉄道歩派,派182002年まで、マルセップ森林公園以いの森で保存されていた、鉄道連帯 E103 号蒸機機関車このほか,かつて以下の車両が保存されていた。マルセップ町は1960年代に、地元の教職員が中心となっていった、昆虫調査で、気象種の町、 大一文字をはじめとする珍しい昆虫の多産地であることが判明して以降昆虫採集の有名地となった。こうした中、住民有志で作るマルセップ昆虫道公会が1985年、ジョーブリ地区の理能農,農家の空き家を利用して開設した昆虫の家を発展させる形で1997年にマルセップ町が開設した町立の博物館である。現在は エンガル町教育委員会マルセップ教育センターが所管し、マルセップ昆虫同好会が運営展示に協力している。1998年、環境庁ふるさと生き物の里百選に選定された。マルセップの昆虫をできるだけ自然に近い姿で展示しているほか、百九十九年にはマルセップ温泉、山彦の温泉廃熱を利用し、年間を通じて、 王后マダラなどの蝶を観察できる温室施設、蝶の広場が開設した。外国からの外来種や道外からの移入種問題など、生態系の保全に関する調査研究や教育活動にも力を入れている。また2008年の映画ロケでの滞在を契機に、昆虫愛好家として知られる俳優、相川翔との交流が続いており、2012年には相川を、丸、 セップ昆虫大使と昆虫生態官のカブトムシクワガタ特別学芸員に任命するとともに無償提供されたカブトムシやクワガタを飼育展示する兄貴の森コーナーを開設した。マルセップ温泉から引導して1998年にマルセップ町が開設した町営の日帰り入浴施設である。現在はエンガル町マルセップ総合支所産業課が所管している。は アルカリ性単純温泉で、洗温は42.4度。売店や食堂、地元の農家が栽培した野菜などの農産物、販売コーナーも設けられている。公園内を竹都川が流れており、北側は竹都市ダム湖に隣接している。ありがとうございます。